皆さん、こんにちは。東証と呼ばれた元日本代表ディフェンダー田中マルクス・トゥーリオ氏が日本の主砲のスタメン起用を疑問視しました。今回はそんな久保建英選手と田中マルクス・トゥーリオ氏についてお届けしていきます。まずは久保建英選手をご紹介します。名前、久保建英、生年月日2001年6月4日出身、神奈川県川崎市麻生区、学歴神奈川県川崎市立西生田中学校第一学院高等学校、身長173センチメートル。久保選手はどのように若くしてプロ選手となったのでしょうか。詳しく経歴を見ていきたいと思います。3歳の時にサッカーを始めた久保選手、8歳の時には日本で毎年開催されているFC バルセロナのキャンプで MVP を獲得しました。2010年に川崎フロンターレの下部組織に入団しましたが、翌年にはスペインの FC バルセロナの下部組織の入団テストに合格したため、日本を飛び出し海外での生活をスタートしました。2015年、久保選手は日本に帰国し FC 東京の下部組織に入団します。2016年、当時久保選手は当時まだ中学3年生でしたが、 FC 東京のアンダー18に昇格、日本クラブユースサッカー選手権にも飛び級で出場を果たしました。同年9月に FC 東京のトップチームに2種登録、下部組織に所属しながらも J リーグの公式戦に出場することを認められることされ、同年11月には AC 長野パルセイロ戦に出場し、これが J リーグの史上最年少記録を塗り替えることとなりました。翌年には北海道コンサドーレ札幌戦で途中出場し、トップチームデビューを果たしています。2017年11月1日、久保選手は16歳で FC 東京とプロ契約を結びました。2018年には久保選手の直訴により横浜 F ・マリノスに期限付き移籍をしました。同年8月には J1 リーグで初得点を挙げています。2019年6月、久保選手はスペインのサッカークラブレアル・マドリードへの移籍を発表しました。その後、マジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェなどのスペインサッカークラブに期限付き移籍を果たしています。2022年7月からはスペインのサッカークラブであるレアル・ソシエダに完全移籍をしました。続いて田中マルクス・トゥーリオ氏についてご紹介します。名前、田中マルクス・トゥーリオ、ポジション、ディフェンダー、国籍、日本、生年月日1981年4月24日、身長184センチメートル、出身地ブラジル。田中マルクス・トゥーリオ氏はハーフの元サッカー選手で、父親が日系ブラジル人、母親はイタリア系ブラジル人なんだそうです。また彼は生まれがブラジルで、なんと高校生の時に初めて日本に来日したそうです。高校を卒業した後はプロ入りを果たし、2003年にブラジル国籍から日本国籍に帰化したそうです。田中マルクス・トゥーリオ氏は小学生時代からスポーツが万能だったようで、当時は水泳大会で優勝したこともあったそうです。その後、家の近所にサッカーをボランティアで教えてくれるコーチが引っ越してきたことをきっかけにサッカーを学ぶようになり、なんと小学生でありながら父親のサッカーの試合についていき、大人に混じってプレーしていたそうです。ただ中学時代はバレーボール部に所属していたようで、全くサッカーはしていなかったそうです。田中マルクス・トゥーリオ氏は高校を卒業した2001年に J リーグに所属しているサンフレッチェ広島に加入しました。彼は J リーグデビュー戦でいきなりゴールを決めていて、当時から多くのサッカーファンの注目を集めていました。その後彼は外国籍選手の保有枠に入れず、当時はブラジル国籍 J2 の水戸ホーリーホックに期限付きで移籍しました。ちなみに彼はこの頃に日本国籍を取得していて、2004年には浦和レッズに移籍しました。田中マルクス・トゥーリオ氏は J リーグデビューをしてからかなりの活躍を見せていて、2006年には初のリーグ優勝を経験、さらに同年 J リーグの年間 MVP や日本年間最優秀選手賞にも選ばれていて、サッカー選手として圧倒的な存在感を示しました。また目覚ましい活躍を見せた2006年から彼は日本代表にも招集され、2010年の FIFA ワールドカップでも素晴らしい活躍を見せました。田中マルクス・トゥーリオ氏はポジションはディフェンダーでしたが、
非常に高い得点力を誇る選手としても知られていて、なんと現役時代には通算100ゴール以上を挙げています。ディフェンダーとしてのスキルについては日本代表になっていることからも分かる通り申し分なく、高い守備力と得点力でチームの攻守の要として活躍しました。田中マルクス・トゥーリオ氏は中学時代はサッカーから離れていましたが、高校に上がると友人の勧めもあってブラジルのプロサッカークラブミラソー FC のオーディションに参加したそうです。結果は合格だったようで、ここから彼はプロサッカー選手を目指すようになりました。田中マルクス・トゥーリオはミラソー FC に所属していた頃、留学生を探しに日本から来ていた渋谷幕張高校サッカー部の監督から声をかけられ、渋谷幕張高校に留学したそうです。ただ彼は当時日本語が全く話せなかったようで、日本語が理解できるようになるまでの1年間はとても辛かったと明かしています。田中マルクス・トゥーリオ氏は高校時代からかなり注目存在だったようで、なんと彼のフリーキックが決勝点となって渋谷幕張高校を初の全国出場に導いたことがあったそうです。さらに彼はこの頃千葉県の選抜メンバーにも選ばれていて、国体に出場した際には全国優勝も経験しました。ここまで2人の経歴をご紹介しましたが、カタールワールドカップに臨んでいる森保ジャパンの戦いについて、イレブンの辛口批評で注目されているトゥーリオ氏は自身の YouTube チャンネルトゥーリオ TV を更新しました。日本が2対1と激勝した1次リーグ初戦ドイツ戦、23日でスタメン出場し、左サイドを務めた MF 久保建英、レアルソシエダードのサブ降格を求めました。久保はドイツ戦の前半のみで交代すると、日本代表はシステムを変えて好プレーを披露した。トゥーリオ氏は残念だけど久保君も相手にされるほどの力じゃなかった。もう場面を見ると久保選手がもう子供のような、大人と子供の戦いみたいな感じになって、あっさりボールを取られる場面もあったし、なかなか自分の味を出せていないと訴えました。その上で1次リーグ第2戦コスタリカ戦27日に向けては、かねて一押しのミッドフィールダー三笘薫を左サイドの先発に指名し、三笘が最初から入ってればあのドイツ戦後半のような展開だったかは結果が全てとは思いますが、最後のところで2点取ったと指摘し、好調ドリブラーとの交代を求めていました。ヨーロッパの強豪ドイツを打ち負かし、幸先の良いスタートを切った日本代表ですが、油断のできない戦いが続きます。もちろん若きエースである久保建英選手には目が離せませんね。いかがでしたか。今回は田中マルクス・トゥーリオ氏の久保建英選手に対するコメントをご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。